リゼロから始める異世界生活設定135爆裂実践、ボンバー爆裂ボンバー、うん、表現としてはいいかもしれないけどボンバーっぽいのは残念ながら我々の中にはちょっと、ね、ボンバーかと思ったら違うんですよ。ボンバー違うんですよ。今日ちょっと違うんですよ。ボンバーさんじゃないんですよ。ね、サイズが違うかな。サイズがちょっとちっちゃいですか。今回は人気のマシン D0 から始める異世界生活の設定135の実践を行っていくわけなんですが、はい、なぜ設定135なのかという理由、うどん。はい、やっぱりですね、まあ、AC 機なので本機は爆裂の出玉性能を見せたいなというコンセプトで今回行うんですけれども、まずですね、設定1がどうやら一番 AT が伸びそうだという実践値ございます、うん、続きまして設定3、設定2よりも初当たりが重いと。それは何でかっていうと、きっと AT が伸びやすいからじゃないかなと予想されますので、1と3を打って残り1つ、もしかしたら奇数設定がねやっぱ跳ねる要因あるんじゃないかなということで設定5を打たせていただこうかなと思います。おお、といった3台での実践にはなるわけなんですが、まあ、爆裂ということで、はい、まあ、多少プレッシャーはあるかなと思います、うんうん、自信のほどはいかがでしょうかと。自信のほどですか。スロマガの面接も私設定5の私っていう作文出してるんで、だから私今日棒打ちます。へえ、そんな作文出してたんだ。出しました。知らなかったなそれもじゃあ尖るのか尖らないのか気になるところですね、設定5は。では残った1と3だけどじゃあ設定1、あ、早い早いやっぱりですね、設定1が安定して爆裂するんですよ。一番なんだろうな、分かりやすい仕事が、とにかく1回でもいいから AT に入れておねだりアタックで大量に上乗せするという姿をねバッチリ見せたいと思います。かっこいい、見といてください。明確なビジョンがある、絶対やるんで。すごいな。じゃあ残った設定3ですけど、まあ、正直未知な部分が多いんで、うん、そうですね、本当、まあ、低設定なんだろうけど、まあ、何かしらの武器もあるかもしれないし、まあ、本当に何もない、まあ、1に近いものなのか2に近いものなのか、まあ、どういう動きがするのかね分かりませんが、まあ、その辺は僕もからの方もしっかりとお伝えしていけるように頑張りたいと思います。はい、それでは早速ですが、はい、実践スタート。それでは実践始めていきましょう。はい、で今回はまあ推測の意味も含めて通常時のまあ AT 直撃だとか白衛攻略戦の突破率といった部分、さらには AT 中のおねだりアタックによる上乗せなど、さらには設定したといった部分にも注目してデータを取っていきたいと思います。はい、行きましょう行きましょう。それでは行きます。はい、お SSSR、 おい言ってたら出ましたね言ってたら SSSR、 さすが設定5。見えざる手は一番ちっちゃいやつで発展ですね。なんか引いた。さあどこに行く。あーちょっと弱い。お、ここできたか。やっぱ200ゲームのところか。エルザの襲撃は弱いな。おお、チャンスアップが出てる。チャンスアップが出てるのはいいよ。そしてここで1000ポイントに到達。そうなるとあれだね、もし当たった場合は、そうですね、当たった時に発動だから。あ、緑まで行ったんで、緑まで行けばもうちょっと私の中では結構もう熱いんですよね。あ、鬼圧違う。あ、こちらもレア子役じゃない。これはいただきましたね。まあそもそも SSSR 出てるし、ね、そうですね、当たっても不思議ではない。赤まで行くんじゃない。あ、行かないか。80枚。さあ最終でチャンスアップ。あ、しかもベアトリスさんも出てきて押します。当たりました。お、いきなり来たぞ。50枚。おいおいおい、急激に来たぞ。チャンスアップ当たりそうですね。うん、全くちょっと当たりは厳しいかと思ってたぐらいではあったけど、あと何よりも際どい帯青のままなんだよ。そう、これはちょっとありますよという。あとはこの最中にチャンスアップさえ出てしまえば。おー、いただきましたね。いただきましたね。よっしゃ、ナイスプッシュ。さすが設定さんさすがなのかなっていうぐらいとりあえず5と並んで早いゲーム数ですね。そうですね。での当選は確認できましたと。一緒にじゃあ行きましょう。これは当たる当たる。あと15ポイント追加。最初にめちゃくちゃ取り箱役して990惜しい。白竜攻略戦です
どうせなら1000ポイント欲しかったな。ここは、1000ポイントため切ってなかったんで、まあ、一応もね231ポイントなんで一応 AT 直撃の可能性もある。でこの準備中も白ゲートのバトル中と同じくエア子役で勝利ストックの抽選してるんで、もちろん強チェリーなら確定。ああ 60% からスタートした。最初から 60% たまにあるよね、恵まれてんな。さあ、おあ62、十分ですね。強気だね。さあアイコンは白アップですけれども中身が990ポイント入ってるんで意外と 51%。あー、白銀が選ばれた。ダメか。あーでもレブン先、早く攻略戦やりって。あー2戦目でやられました。ほら 62% じゃやっぱ危ないんだよ。そんな、さあでも示唆画面が出るかもしれないですからね。あ、3以上かなこれ。あ、そうだ、3以上出ましたね。オッケー、大丈夫でしょう。たまーに、ほんとたまーに外れるけど大丈夫なはず、基本的には。よし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 、2体目できた。あと1体じゃん。 51% っていうことは2分の1より高い確率なんですよ。まあそうだねまあその通りですよと。ほいほい、強チェン、ほいほいほい、うわあ、ジャックか。 0.39% かな、256分の1。スバル、うわー、だ、めっちゃ大事、めっちゃ大事、揃ってしまえ、めっちゃ大事、めっちゃ大事、揃ってしまえ。ずれたら白7確定だったんですが、それはなしで。おお、すごい。それはうまいわ。普通か、普通ですね。あ、でも圧倒的に10以上が選ばれますから、こっから。はい、赤背景のおっぱい、これで10以上確定。赤背景のおっぱい、うん、いやもうそう、赤は確かに赤おっぱいですよね。6だとね、ほとんど出てこないからさ低設定ほどいっぱいおっぱいが見えるというね。で、プラス10で、逆に赤背景まで行ったのに10じゃなかった場合、例えば5だった場合っていうのは天空から0が落ちて5が50になったりね、もいたします。いいね、バリエーションが豊富だよな。今日チェリーおお、あーでも3体目だから、3体目だからどうなんだっていう話だよね。ただいいセリフは出てると思うよ僕は。半分半分、やったやったよ。参戦突破でございます。たどり着いた。よし、あー強い、やる気ある。さあ私は歌が流れたのでまた直撃ですねまた、はい、AT 入ります。強い、さすが高設定。200ゲームのところですね。全然ちげえな。中の白、よし引いた。お、これあれだよね、乗るよね。これは外れ、いやこれは乗ります。そうだよね、今ちょうどパネルの最終の1枚なんだ。それか、あと乗せなんで、まあ、引いたのはジャックチェぐらいしかないからな。多分パネルだとは思う。おお、思いたい、そう思いたいです、そう思いたい、そう思いたい。とりあえず、おお揃った。おー、ラスト1ゲームラスト1ゲーム滑り込んだ。危ない、ここで乗せればまだ先が見える。残念ですが一旦ここで終了。117ゲーム、120、30ぐらい欲しいな。いや5じゃなくていいです、でかい数字ください。おお、
チャージ、菊丸さんがドキドキをチャージして、おお、でかい、ナイスチャージ、ベールしかもベールなんですね、ナイスチャージだった、中の白いねえ、ベルスラいねえ中の白、くそー、畜生ダメだった、85ゲーム中青、うまい、モードアップでした、へえモードアップでした、モードアップでした、うおアップしたことで、モードアップした回がありましたね、やったぜえ、いやあざすすごい、モードを上げたことがここに繋がるという